どうも、コウズです。今回ですけども、第2節ガンバ大阪戦監督のコメントから振り返りレビューということで、監督のね、インタビュー、見ながら、試合の振り返りやっていきたいと思います。まあ、次節に向けてというところもね、監督のコメントというのは重要になってきますので、こちらね、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。スタメンは、こんな感じ。新潟はね、早川、長谷川、島田、高木が、前節と変わってスタメン起用というふうなところですね。フォーメーションに表すとこのような形。前節突戦で大車輪の活躍をした宮本選手がベンチスタートというのは、ね、どうしてなんだろうって僕はツイッターでも書きましたけども、まあまあこのスタメンで来ましたよと。で、試合のレビュー、そこばのレビューは、こちらの動画でアップしてますので、ぜひ、こちらもご覧ください。生配信でもね、振り返りちょろっとやってますので、そちらの方が若干トゲトゲしさがあると、いうところなんですけど、見ていきましょう。ポヤトス監督コメント、まだね、未だに勝ちがないんですよね、新潟ポヤトス監督のチームと。徳島時代から含めて、非常に嬉しく思っています。本当にいい形で試合を締めてくれたと思うと同時に、ホームで皆さんに与えられたこと、そしてディフェンスのプレッシングを自分たちがしたいようにできたところが大体うまくいったなと思ってます。まあ狙い通りだったってことだね。本当に新潟は素晴らしい監督、素晴らしいチームですし、攻撃でも決定機をお互いに作ったと思います。その中で本当に今日は勝ちに値する日だったと思いますし、選手は本当に心から称えたいと思っています。同時にファン、サポーターの皆さんに喜びを与えられたことにすごく満足していますと。まあ半年ぶりの勝利、ですね。ガンバは、新潟は逆に半年ぶりに負けたっていう。そう、攻撃と守備が一体となった戦いができた、今季狙っている戦いがある程度示したという自信みたいなものはあるかと。そうですね、攻守が一体となるということがすごく重要だと自分自身は思っています。去年もそういったところは目指していたのですが、なかなかいい形で進めませんでした。ただ攻守を切り離して考えるということではなくて、しっかりと一つに一体となってプレーするというところが大事だと。そこにプラスしてアグレッシブさもすごく重要になります。これは相手によって、変わっていくところもあると思うのですけども、こういったことも今年のアイデアをしっかりと選手たちも理解してくれていますし、それ今から続けていきたいと思っていますと。PK を決めた宇佐美高橋は 2試合連続ゴールとなったというふうなところで、昨日の囲み取材で高橋を楽しみたいと話していたが、楽しめたかと。そうですね、すごく楽しめました。同時にやはり一人の選手のことを言うのはあまり好きではないのですけれども、やはり若い頃から宇佐美高橋という名は轟いていて、本当にとてもいい選手で、特に、常に驚きを与えてくれると自分自身が、前から知っている存在です。ですのでサポートしてあげたいという気持ちと、彼がもう一度サッカーを楽しむことを感じてもらえるように、自分自身は今後ともチームとともにサポートしていきたいと思っていますと。その中でもチームで彼が輝く姿、個人だけでなくて、チームとして彼が輝く姿は嬉しく思いますし、やはり今日の PK というところも彼にフォーカスが当たりますが、チームとして勝つというところが すごく今日は嬉しく思っていますということで、もう大興奮のポヤトス監督。まあだからプレスがハマったっていう、ガンバの狙いがね、完璧にはまったっていう。だからはまらされちゃったのよ。新潟からしたらね。だからトスみたいに、だからこれ昨日のレビューでも話したんですけど、やっぱトスみたいにキーパーまで来ないことで、新潟的にはその、ディフェンスラインでのパス回しに終始する。で、ディフェンスに入ったら、そのキーパーより一列前のゾーンで、ボールを握ってる時にはプレスに行く。で、それも行かない時もある。ボランチに入った時に寄せる。どこを取りどころとするかっていうのが非常に明確だったことで、まあ、トスみたいにもう常にキーパーまで寄せて、コース限定してセンターバックで取り切ろうっていうのも一つの戦術だと思いますけど、ガンバみたいにもうディフェンス、センターバック、サイドバック、ボランチ、どこで取ろうかっていうのが、まあ、ある程度明確になってた方が、体力が温存できるから90分それが持続するっていう、だその持続力に新潟はその後半、こう息を吹き返したいところ、吹き返せずにっていう風なところがあったんじゃないかなって。だこれをね、これは多分ね、名古屋も鹿島もね、やってくるんです。浦和も。去年勝ててないチームね。こういうサッカーをやってくるのですよ。だからそれに対して新潟どうするのかっていうのはね、選手個々の質、1対1で勝ち切るみたいな話も前日会見で、松橋監督がおっしゃってましたけど、やっぱそこの勝負にもなってくるのかなと。
ということで松橋力蔵監督のコメント、終始ガンバのゲームだったと思っています。最初失点という形ではありましたけど、自分たちが失点というのはやはりチャンスを作れなかったところが少し課題として残りました。次節名古屋戦までに積み上げていければと思います。まあそうなんだよね、点取れてないのがね。そうだから、その単発なんですよ。だから短期特攻してもダメなの。そのシュートに至る前に取られちゃう。だからどうやってシュートまで至ろうか。だからセットプレーも一つの武器だし、にしなきゃ、もっともっとしなきゃいけないだろうし、やっぱそうなんだよね。だそういうところで、その全然新潟のペースじゃないじゃないですかって中でひっくり返すチャンスがあるとしたらセットプレーなんでね。ね、長谷川元輝選手が直接フリーキックを決めようとして、ね、蹴ってましたけど、惜しかったですけどね。でああいうのも決めきる。だちょっとしたスーパープレイみたいなのがないと、やっぱりああいう展開はしんどいよね。だから突然もさ、今振り返れば谷口のあのスーパーゴールがあってこそみたいなのあるじゃないですか。だからやっぱスーパーなプレーが毎試合出ないと5分以上の戦いにはなかなかできないのかもしれないです。まあそういうリーグでもある。チャンスを作れなかったという話だが、考えられる要因は何ですかと。自分たちボールを受けに来る回数が前半も後半も多かったなと。背後への動きのかぶせ方とかスペースの共有など、我々が準備してきたものがなかなか出せなかった。それに対してガンバの圧力が90分を通して非常に素晴らしいものだと思いますし、そこは跳ねのけないと勝ち点を奪うことができないんだなと、しっかり今日は全員チーム全員で学べたと思いますと。なるほどね。ボールを受けに来る回数が前半も後半も多くて、背後への動きのかぶせ方とかスペースの共有などが出せなかった。だから受けに来た後に、じゃあ誰がその空いたスペースに行くのかとか、その例えばディフェンスが釣られて、その降りてきた選手に釣られてきたディフェンスの背後のスペースとか、そこをどう狙うのかとか、ニアとファーで、裏同時に狙うのかみたいなとか、そういうのを準備してきたってことなのかな。まあ、だとすると受けに来ただけ、ボールを触ってパス回しに参加しただけみたいな、そういう印象だったっていうのが、まあチャンス、要はそのゴール前まで迫れなかったっていう話なのかな。だからそのボールを受けに来るのが目的じゃないですもんね。そう、手段を目的にしちゃいけません。そう、あのボールを受けに来て、そこで空いたスペースを使って攻める、ゴール前に迫る、シュートを打つ、点を決めるっていうことが、まあ、目的なわけですから、その手段は手段、目的は目的と、やっぱり明確化してそこのチームの共通認識をしないといけない部分もあるのかなと。だからチーム全員で学べたというのは、多分共通の認識がまだまだ足りてなかったっていうふうに感じたのかもしれません、監督もね。前日会見で1対1の部分で負けないことをポイントに挙げていましたが、攻撃と守備の1対1の評価はガンバに分があったと思う。まあそうだよな。長谷川元輝左サイドで起用しましたが、その狙いと評価は、初戦の前半の時にちょっと課題に上がったようなことだったのですけれども、そこを起点にボールが収まることによって、相手の最終ラインにどうダメージを与えるかというところで、彼は技術的な高さってアイデアだってそういうものを持っているし、サイドでも中でも両方でプレーできるので、外に張りながら起点になることと、中に潜り込んでその技術とアイデアを出せればいいなという起用でしたと。なるほどね。本来は中の方が彼の良さが一番出る。ガンバをどう攻略するかというところで、サイドに起点ができるような起用でしたと。その中で彼もかなり苦しんで、まあ苦しんでたな。めっちゃ気使ってたの。なんか窮屈なプレーをしてる。うまさは分かる。技術力の高さもアイデアの良さも分かるんだけど、なんか窮屈そうなプレーをしていた印象。まだまだなんか本領発揮とはなってない印象ですね。甲府時代の彼のプレーを見てるからこそ、僕も思いますけど。また次の試合で自分の良さがしっかり出せるようにいい準備をしてもらえればなと思いますと。なるほどね。だからその長谷川元輝左サイドに起用してうまくいってたのはね、どうなんだろうね。だから小見谷口鈴木で、あの前節突戦小見選手が左サイドにいたけど、まああれは鈴木浩二なり谷口なりが左行けたっていうのもあるんだよな。だから高木が真ん中にいると、やっぱりその長谷川元輝と高木のポジションチェンジっていうのは、なかなかその高木がサイドに開いてくれた時にじゃあ中入りますって以外の選択肢があんまないとかあるよね。だから鈴木谷口ほど左に流れたりしないよね。そうなんだよ。だからその高木選手が真ん中とか、まあ、松田選手が右に固執したというか、あんまりそのポジションチェンジがあんまりない中で、そのファン・アラーの黒川ネタラビ
鈴木徳馬にまあその1対1で分があったってなると、やっぱりそこら辺もちょっと停滞の要因でしたけど、だからこそ早めに交代すればいいじゃんって話なんだよな。そう、でもそこは期待したんでしょうね、松橋監督だから。ね、難しいよね。前半で交代することによる選手の精神的な影響とかまで考えてそうだもん。私、まあ監督だから考えると思うもん。ね、そう、難しいな。まあ、それがね、その、最終的に勝ち点90取れてればいいわけですか。勝ち点90取って優勝できてればいいわけですか。まあ、この勝ち点90ってのはあくまで目安ですからね。別に90じゃないかもしれないけど。だから要は38試合のうち30試合勝たなきゃいけない。だから8試合しか負けられないうちの1試合はもうすでに使ったんで、あと負けられるとしたら7試合しか負けられないわけです。36分の7しか、ということで、次節名古屋戦僕もビッグサンに行きますがね、ぜひ、買ってほしいというふうなところですね。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。